は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはホークスの先発、立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。インサイド変化球決まっています。ムルトマ手を出しました。ワンボールツーストライク。この球は落としましたが決まりません。平行カウント打ちました。バッターは DH 柳田。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。落ちる球できました。インサイド落ちました。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも。引っ張った。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。太田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。バッターは2番に入っているビシエド。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク、いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。打ちました。3番バッター坂本。ツーアウトランナーありません。この回のメルセデス、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。そうですね、まあ省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。2球目打ちました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターは4番原。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。際どい、膝元よく見ていきました。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。落ちる球を持ってきました。バッターボックスには5番阿部。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。落ちるボールはこれは外れています。ストライクが入りません。打った。バッターボックスには6番吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。ストライク、初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。大きな打球になった。バッターボックスは7番亀井。さあ、しっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあ、ジャイアンツ1打数、ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは1塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには山川が入ります。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。初球は何から入ってくるか。初球から打っていった。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか？ボールをバットに乗せて運ぶように打つとフライ。インサイド打った。ジャイアンツ、まずは見送ります。ワンボール、インコース高めのストライク。
バッターボックスには代打の岡本。これが3球目。低め、これは外れた。膝元へ曲げてきましたが外れます。押し出しでの追加点は避けたいところ。インコース、これでフルカウント。次が勝負の1球になります。6球目は何で来るか。打ったー、ライト見上げるだけ、満塁ホームラン。素晴らしい一振りでした。フルカウントからのストレート、コースに逆らわず弾き返した打球はスタンドまで届く。